その事件は平穏な住宅街で突如として起こった。じゃあね。あ、また明日。お前の血を吸わせろ。ほんと、もう超やめてって感じでしたよ。いきなりガッパーって襲いかかってきて、やばっちかーんって思ったんですけど、ほら最近よく死んだりしてるじゃないですか。だからあーって思った時にはもうなんか噛みつかれてて、それで私気絶しちゃったみたいで、目を覚ましたら周りなんかめちゃくちゃになってて。傷跡を見せていただけますか？ A さんは幸いにもこの傷以外は無事だった。だがここ3ヶ月間で A さんのように夜道で襲われ殺害された被害者は7人に上る。被害者は全てが若い女性であり、いずれも A さんと同様の傷跡が残されていたという。そのためなのか、やがて事件の犯人についてある噂がささやかれるようになった。これは吸血鬼の仕業ではないのかと。果たしてこの21世紀の日本に吸血鬼は存在するのか。杉並連続通り魔事件の犯人は、あまたの小説や映画に描かれてきた伝説の怪物ヴァンパイアなのか。女神の天秤は今夜その真偽を図る。この世に吸血鬼は実在する。プットインザバランス。ではフォールス。吸血鬼はいない。さて、というわけで始まりました。生放送で謎や伝説を真っ二つ、その真贋をジャッジするアストライアの天秤。今日のテーマは杉並連続通り魔事件をメインに、吸血鬼は存在するか否かという議論をお送りするんですが、ファーストジャッジはフォールス、つまり吸血鬼はいないということになりましたね。では審議官の皆さんのご意見を伺ってみましょう。はい。お一人目は博物学者としても有名な海老川勲教授です。いませんか？いませんね。本当にいるならぜひ会ってみたいものです。そして2月は舞台アラフォー号ホームに出演なさる舞台女優宇波山ひろいさんです。どうも。宇波山さんもいないと。だって怖いじゃない。もう私お化けとか幽霊とか全然ダメなのよ。あと貧血気味だし。3人目の審議官はジュライのモデルなどで活躍されているユミさんです。私吸血鬼ものの映画とか漫画って大好きなんです。だからいると。ドラキュラとかってなんかセクシーじゃないですか。ユミさんは漫画が好きとおっしゃいましたが、じゃあお隣のブラッディ・ワルツ大好きです。だから今日は超ドキドキです。ブラッディ・ワルツなど多くの吸血鬼漫画を連載されている漫画家の玉木望さんです。吸血鬼なんていないですね。フィクションですよ。だから漫画にできるんです。そしてもう一方、トゥルー、つまりいるとなさったのが、トアの口づけ、君。来月公開される映画ブラッディ・ワルツの主役、ヴァンパイアの王子日伏亮を演じる俳優の平井誠一さんです。玉木先生はそうおっしゃってますけどね、僕はやる以上リアルにいるものとして考えてますよ。吸血鬼、誇り高き闇の化身。かっこいい。
ちょっとってさて、というわけで3対2で開始されるアストライアの天秤。今日は驚くような証拠品とゲストも用意されています。驚くような？はい、番組の総力を上げて。これは期待ですね。なお司会は私、TVC アナウンサー時田幸信と、同じく TVC アナウンサー笹沼茜でお送りいたします。そして最終審判でゲストの審議官に加え、スタジオの観客の皆さん、そしてデータ放送による一般視聴者の皆さんと、渋谷駅前のネーラさん、はい、街頭モニターを見ている街の皆さんにも投票していただき、その集計をもとに最終ジャッジが下されることとなります。女神の裁きは吸血鬼の存在をどう判定するのか。プットインザバランス。目指すものは失わない未来。ロレンツォケミカルインダストリー、総合警備のウルフパック、映画ブラッディワルツの提供でお送りします。それでは早速、今日の提案者プロポーザーをご紹介しましょう。吸血鬼についてどのくらいご存知ですか？はい、強すですよね。その他には？十字架とか、あとほら、そう、ニンニクがダメよね。弱点ってのはもうこれでもかってほどありますよね。水を渡れない、日の光を浴びると灰になる、影ができない、鏡に映らない数え上げたらキリがありません。その儚いところがいいんだけどね。玉木さんの漫画でも全部そういった部分を？まんまだと弱すぎるんで結構捨ててます。日の光を浴びたら灰にってくらい。それで、実は最近吸血鬼によると言われる事件の目撃例が世界中で増えてるんですよ。あら、やだ、増えてるの？ちょっと勘弁してよすみません。それで、杉並の事件みたいな連続で一箇所にっていうのは少ないんですけど、まあ、確かに見たという人が増えてます。不景気だからでしょ？え？ああ、不景気だと吸血鬼、好景気だとフランケンシュタインが流行るっていう説のことですね。日本の景気は上向いてるって言いますけど。日本はね。ですが、世界的には去年のドルクライシスの影響がまだまだ残っていますから。フランケンシュタインの怪物は再生のイメージを持つ存在ですしね。はあ。おや、ユミさん。海老川先生、かっこいい。杉並の事件と、そういった死と撤退のムードと。なんで景気が関係あるの？賃貸した気分の時には儚い、ともすればコメディになるほどの弱点の多い、それでいて耽美な印象もある吸血鬼が流行る、そんな分析だったはずですよ。へえ。それに不景気の時は自殺者も増える、その死者のイメージは吸血鬼の目撃証言の増加とも関係ある気がします。それを煽るようなフィクションに影響を受けた誰かの誘拐犯というか模倣犯、私はそう思います。何でも漫画やアニメのせいにされるのはどうかと思いますけど。一般論ですよ、あくまで。いずれにせよ多くの伝説で描かれるようないびつで、ある意味非常に弱い生き物、そんなものが存在するわけは。議論も白熱してきたところで、今度は客席の皆さんにもお話を聞いてみましょう。笹沼さん。お嬢ちゃん、もう遅いもんね。眠くなっちゃったかな？ごめんなさい、お話難しいんだもん。あなたは外国から来たのかな？うん、ルーマニアから。吸血鬼の本場ね。どう？お嬢ちゃんは吸血鬼はいると思う？うん。どうして？ねえお姉さん、聞いてもいい？本当の吸血鬼ってどんなの？それはさっき海老川先生とかがおっしゃってたような。おとぎ話よね。私も聞いたことがあるもの。でもそのお話って本当？それは。そのお話が本当かわからないのに、お話通りじゃ変だからいるわけないっていうのも変じゃない？さすがに本場で生まれたお嬢さんは違うというところでしょうか。さて、天秤が大きく傾いたところで、さらなる証拠品の提出です。
杉並連続通り魔事件、その最も新しい被害者である A さんの事件。 A さんが目覚めた時、現場は何者かが争ったかのように破壊されていた。その目撃者を探していた我々にある日一つの知らせが届いたのである。それ本当なんですか？はい、そのお嬢さんが襲われるのを止めたのは我々の手のものです。残念ながら仕留め損なってしまいましたが。どうして、というかどうやってそんな。姫殿下のご命令です。姫殿下は下賤なはぐれ者の所業に心を痛めてらっしゃいましたので。姫殿下。はい、我らの主神祖の血を引くヴァンパイアの王たる姫殿下が突如飛び込んできたヴァンパイアの王の使いと名乗る女性からの連絡。我々は彼女とコンタクトを取るために指定された場所へと赴いた。ようこそ我が主の館へ。ではここでスペシャルゲストベラトゥースさんです。吸血鬼の女王。てか、すごい胸。うん、負けちゃった。エビカワさん、何かおっしゃりたいご様子ですが。いや、あまりに突拍子もなくて。吸血鬼の女王ですか？それはそれは。襲われるヒロインの方が似合ってそうな方ですね。お褒めいただき光栄ですわ。いや、褒めてないでしょう。お疑いはごもっともですわ。百聞は一見にしかず、私よりもまずあれをご覧いただきましょう。そう、ベラさんには今日驚くべき証拠品をお持ちいただいています。なんと A さんが襲われた現場で収集されたというこの番組の超スクープ、吸血鬼の腕です。ベラさん、これは現場で押収されたものなんですね。はい、 A さんでしたか。彼女を襲った愚か者の腕です。なんかカチカチ。腐敗したり日に当たって崩れたりしないようにバイオジェルで封印してあるんだそうです。ちなみにロレンツォ製薬提供ですね。です。なのでまだ細胞組織は生きているそうです。疑問。くだらない。性化学検査はしたんですか？ DNA 鑑定は。これが本当に吸血鬼の腕だというなら科学的な証拠が見たいですね。エビカワさんでしたか。随分と吸血鬼の存在を否定なさいますね。そんなに怖いですか？別に僕は。恐れなくても我々はあなたの血を吸ったりはしませんよ。こちらにも選ぶ権利というものがありますから。では仮にこの腕が本物だとして、なんでわざわざ人目にさらすんです？本物なら隠しておくはずでしょう。そうなのかな。どういうことかな、お嬢ちゃん。さっきお姫様のお月の人を仕留め損なったって言ったでしょ。それでその腕生きてるって。それがこの国の昔話にあるよね。腕を取られたお兄さんがそれを取り返しに来るお話。羅生門の鬼渡辺の綱か。ならここにあるよって知らせれば本当に出てくるかもしれないよね。その腕が欲しくて吸血鬼が。ほら。会場も白熱してまいりましたが、ここでちょっと街頭の意見も聞いてみましょう。ネーラさん。はい、ちょっとよろしいですか？あなた。何、俺に何かよ。ネーラさん。あの、吸血鬼はいると思いますか？はあ、何言ってんのさ、そんなもんいるわけないだろ。やっぱり信じる人は少ないようだね、お嬢ちゃん。どうかな、この辺りで二度目の氷結を。待ちなさい。その腕は紛れもない本物。お疑いでしたら日の光にさらしてみればいいのですわ。そうすればすべてわかる。いい加減にしろ。今ここでできないのをいいことに、いつまでなりきってるつもりだ。どうせ番組の仕込みなんだろう、あんた。あら、心外ですわね。私は真実のみを申し上げておりますわ。じゃあさ、あくまでもあなたがヴァンパイアの女王だっていうつもり？
さすがの僕もそこまでは付き合いきれないよ。そんなこと信じられないね。絶対認められないよ。そうさ、吸血鬼、そんなものはおとぎ話、フィクションの存在だ。それをよくも抜け抜けと。信じられぬのも道理。我々は今までずっと人の歴史の闇に潜んできましたから。時に偽りの情報を意図的に流し、その存在をより架空とせしめ、またある時は人の戦争を、経済を、宗教を操りながら。なら、なぜ今更出てきたんだよ。しかもこんなカスみたいな番組に。どこの誰が血を与えたのか知りませんが、常識をわきまえないゲスが人を殺めて回っているようなので困ったものです。みだりに人を殺めてはならぬ。それは孔子家より下された絶対の命。その命に逆らい秘匿もせぬとは、よほど下等な者の仕業でしょう。ふん、吸血鬼にも社会があるわけですか。ええ、孔子家を頂点に三体孔家とそれに連なる血族たち。血族の末端に行くほど血は薄まり、下位のヴァンパイアは上位の命令には抗えない。それがヴァンパイアの掟であり、逆らえぬ習性。さしずめ、今日の犯人は下の下、腹からと呼ぶのもはばかられる、美学も誇りもない野良ヴァンパイアというところですよ。そうは思いませんこと、ヴァンパイアの王子様。それは思いますでしょう。その右腕の持ち主など、いわばゴミだと。いい加減黙れよ、このクソママ。漫画家先生、一つ聞いてもいい？先生の漫画の火伏せ涼ってどっちの手に手袋してたっけ？それは左手に。俺は、俺こそ黒きなる夜の王、誰の視界も受けるものか。やっと取り戻した俺の。平井さん。とわの口づけを君に。あー、うまい。ヴァンパイア本当にいたなんて。私の前に吸血鬼が。先だっては部下が失礼をした。今宵は一部の隙もなく貴様を滅ぼそう。待て、ウォール。姫殿下。ここはわらわが始末をつける。良いな。はっ。アキラの件、後で聞かせてもらうぞ。こんな茶番で炙り出せれば儲け物と思っておったが、まさかこれほど近くに潜んでおったとはな。まっことこの絵は面白い。そうは思わぬか、ゲス。
醜い姿じゃな。献身した姿はその者の心を映す。さしずめ貴様は傲慢な自尊心の権化というところか。哀れなものよ。黙れ！お前は何なんだ。わらわはミナツェペッシュ、竜の息子ブラドの血を継ぐ者にして正当なるヴァンパイアの王。我が名において命ず死ぬがよ。やった良い人の子らよ。そして噛み締めるがよい。今おのが目にしたものを。あなたがヴァンパイアの王、本当に疑うのか。ならばお前の血を吸ってやろうか。我らは闇の血族、夜の帳に人の歴史の影に潜みし者じゃが、それもこれまで。なぜ見えるか、東京05埋め立て地、あの遥かなるバンドが。わらわはあの地に我ら闇の血族の王国を、ヴァンパイアバンドを設立する。さあわらわどうだろう。ちょっと殴って記憶飛ばしたけよ。なんで飛ぶか。